We are Uri。 はい、こんにちは、竹下敦です。ちょっと今日はね、ラジコンの世界の中のお友達の話をしたいと思うんですけど、加藤隆君、今チームボンバーというね、特に12分の1に力を入れてると思うんですけどね、非常に優秀な、ドライバーであり、いろんなこうものをね作ったりする人物です。多分高橋君と初めて話したりするようになったのは、埼玉県にあったベルサーキットだったと思うんですが、まあ早かったですよ。でそこら辺でだんだん話すようになって、で大体彼はね、僕の知ってる限りね、2回全日本チャンピオンになりかけてます。はい、それぐらいには早いです。で1回に関しては今更蒸し返すと面倒だと思うので、ちょっと端折ります。でそれぐらいにはドライバーとしてのパフォーマンスがあるわけですね。ですごくね、ビッグレースの戦い方が面白いんです。だいたい全日本選手権、5日前とか現地するじゃないですか。で、高橋君来て、どうですかみたいな、どうみたいな話するんですけど、いや今回ちょっと僕無理っすねって言って、車持って出てくるわけです、練習走行で。ちょっと高橋そのまま行くとぶつかっちゃうよっていうコーナーで、いとも簡単にぶつかるんですよ。で、ぶつけちゃってそれと思って。ものの見事に大破するんですね。で、当然サポートを受けているドライバー、チームドライバーなんで、新車がやってくるわけです。で、新車組み立て、トホホみたいな感じで新車組み立ててるんですけど、いや、これまたうまいこと新車になったなと思って。で、初日はそんな感じで終わって、で2日目になると、あ、結構高橋速くなってきたなと思って見てるんですよ。で、3日目、4日目ってなった頃に、結構これ、高橋いいとこ行くなと思ってると、またドガーンってやるんですよね。でももうセットはほぼ出てて、大体こういう感じでレース進むんだろうなっていうのが分かった頃に、車をまた大破させて、また新車になるわけです。で、基本的にね、俺は結構やらかしちゃうんですけど、当日に新車とか前日に新車とかって大体失敗するんですよ。いい感じでこう適度にやれて、で全日本の決勝で一番ベストパフォーマンスが出るように、車のあらゆる部分がね馴染むように持っていくのがやっぱりうまいレーサーなんですけど、高橋君はね、そこら辺のやりくりがうまい。で、予選始まるじゃないですか。そうすると、よくわかんない無駄なとこ攻めるんですよ。で、そこ行くとぶつかっちゃうぞと思ってると、バーンってぶつかるんですよね。で、トホホっていう感じでこう帰ってきて、やっちゃいましたって言うから、やっちゃったねって、でもあれ当たんなかったら相当いいタイム出てたよねって言うと、頑張りますみたいな感じ で次のラウンド行くんですけど、学習能力が高いっていうか、次のラウンドになるとそこ当たらないんですよ。で、うわちょっとこれも神がかっちゃった感じだなっていう感じで、なんとなく、はい、ゴールみたいな感じで、あ、予選4番手みたいな。たかしよかったじゃんって言うと、竹下さん、僕あそこのコーナーで神を見ましたよって言うんですよ。で、その神を見ましたよってアイルトンセナぐらいでしょ、言う人って。でもね、普通に言うんだけど、それがすっごくね、僕の都合にはまるんですよね。で、自分の出番になっちゃうんだけど、笑っちゃって、操縦台の上で、いや、あのコーナーで神見ちゃったのかと思って、で、
話が長くなるんでこれ後編に撮ってきます。はい、たかしくんとこのね、あの商品とても優秀だと思うんでぜひ買ってくださいって人のところの宣伝ばっかりしてる場合じゃないですね。はい、竹下敦史でした。